リタ・ジェプトゥーはケニアのマラソンランナー。ボストンマラソンでは2014年に記録した2時間18分57秒のコースレコードを含め3回優勝し、またシカゴ、ストックホルム、ミラノの各マラソン大会で優勝した。ジェプトゥーは初マラソンとなる2004年のストックホルムマラソンで優勝し、その後のミラノマラソンでも連続優勝した。 2005年の鳥のノマラソンでは3位、2005年世界陸上マラソンでは2時間24分22秒の自己ベストで7位だった。2006年ボストンマラソンにてトサレーコエレナプロコプツからアニセリカチ2時間23分38秒で優勝しパリハーフマラソンでも優勝した。2006年世界ロードランニング選手権では3位、同年のニューヨークシティマラソンでは4位だった。 2007年に連覇を目指したボストンマラソンでは4位で私は寒さで調子が悪かったリズムに乗ることができなかったと語った同年のリスボンハーフマラソンで優勝しその後の2007年世界陸上マラソンでは個人7位で団体では優勝した彼女はオブドゥクロスカントリーレースでコースレコードで優勝5万ドルの賞金を獲得して2007年を終えた 2008年には彼女はポルトガルハーフマラソンを勝った。2008年のシーズンはボストンで3位、ニューヨークで4位だった。2008年末から2011年まで彼女は出産のため競技を休んだ。復帰レースとなった2011年、ロッテルダムマラソンでは2時間28分09秒で5位だった。フランクフルトマラソンでは5位ながら2時間25分44秒を出した。 2012年のボストンマラソンでは6位、ビーチトゥビーコン 10km とファルマロードレースでは4位だった。しかし2012年シカゴマラソンで、アテデバイスサとの接戦の末2着となったものの、2時間22分04秒の自己ベストを出した。2013年、ロックハーフマラソンでは66分27秒で3位だったが、続く、ボストンマラソンを2時間26分25秒で、 シカゴマラソンを2時間19分57秒の自己ベストで連勝した。2014年ボストンマラソンでは2時間18分57秒の大会新記録で優勝。これはボストンマラソンにおいて3度目の優勝となった。2014年9月、競技外で受けたドーピング検査で禁止薬物に陽性反応を示した。12月曜日の B 検体も陽性反応を示したことが 明らかになった。彼女は中距離ランナーのノア・ブシエネーと結婚している。ありがとうございます。